ャッキーちゃんの真似していろいろ片手腕立て伏せとかやっていたこともありますので、はい、初めてやったベンチプレスというのは70キロだったか80キロだったか、結局高校3年の時に140キロ。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回も竹高さんの質問に答えていきたいと思います。今日はこの機会なので先生に筋肉愛をひたすら語ってもらおうかなと思って企画してみました。なかなか知的な方、あの先生でございまして冷静な方なので、本当はそんな脳ないかもしれないですけど、脳筋になっていただいて、はい、ひたすら筋肉への思いを語ってもらおうかなと思います。はい、まあ、筋肉というよりはトレーニングに対する愛情なんですかね。はい、まあ、自分を鍛えて自分が伸びていって、はい、ということがずっと続けてきたことで、それが楽しい、はい、自分の成長を実感できる、うん、ということ。自分の成長をなかなか実感できないという競技がかなり多いと思うんですけれども、うんうんうん、トレーニングの場合毎回毎回伸びてってことが分かるんですね。前回100キロで5回だったけれども、今回100キロで6回上がった、もうすごい分かりやすい伸び成長なんです。これが他の競技なんかだと、例えば 100m で 0.1 秒速くなるっていうのはもうすごい時間が必要になることですし、空手とか野球とかでも上手くなったって分かるようになるのはそれなりに時間が必要なんですね。でもトレーニングってもう毎回毎回自分の成長を実感できるというのがありますので、それを、まあ、成長、成功体験を積み重ねることができる。それによって、まあ、自信もついてくると思いますし、あるいは、まあ、食事なんかもちゃんと気を使うようになって栄養条件が良くなってきて、はい、メンタルも安定してくる、うん、社交性もついてくる、うん、まあ、あんまり自分の場合つかなかったんですけれどもそのようなですね、トレーニングが人生に与えるいい影響、うん、それはとてもこれまでに感じています。先生って確か学生時代から運動神経が抜群に良かったという伝説。全然そんなことないですよ。なんかチンニングは、まあ、運動神経というか球技とかはそんな得意じゃなかったんですけど、まあ、その懸垂とかで、まあ、高校の時に47回やって学校記録を取ったりとか、はい、そのようなものはあるんですけれども、いわゆる運動神経というような、うん、そのものは球技的なも、走るのは速かったんですけれども、球技とかあと何でしょうね、水泳は苦手です先生がめちゃくちゃ運動神経良かったっていう多分イメージを持ってる方が、そんなことないですよ。そうなんですね。力とじゃあ瞬発力が結構もともとあるほどですか。側近全員が多いというわけでもなくてですね、はいはい、実はいろいろ体育の授業で分かったんですけれども、はい、おそらく一番得意なのは 400m でした。100とか200ではなくて 400m で、陸上部の人よりも速く走ることができたということもありますので、まあ、どちらかというと側近、遅近、バランス型だったんじゃないかなと思います。へー、 400m が強い人って珍しいですよね。とそうですね、陸上部だったんですけれども、陸上部でハードルだったんですが、はいはい、まあ、その時には自分の 400m の素質もよく分からなくて、高校になって初めて分かったんですけれども、まあ、400m って一番きついんですよね。きついです、はい、ですので中学生の陸上部の時にはやりたくなかったんですけれども、まあ、今考えるともしかしたらその方が素質が花開いていたかもしれないです。本で読んだのか妹さんからお話聞いたのか覚えてないんですけど、先生のトレーニングの始めはもしかしたら某有名なアクション俳優じゃないかみたいな。ジャッキー・チェンとかですか。はい、ご自宅で真似をしたりトレーニングを真似てたという話聞いたことあるんですが。そうですね、ジャッキー・チェンがちょうど中学生の時に、まあ、映画がともに流行りまして、はい、まあ、その映画があった翌日はもうみんな学校で真似したっていうことがあったんですけれども、はい、ジャッキー・チェンの映画ってすごい修行シーンが多いですよね。確かに最初弱くて修行して強くなるっていうパターンがジャッキー・チェンの映画とても多くてですね、その修行シーンがとても面白いものばっかりだったので、はい、かなり真似した記憶もあります。ちなみにそのジャッキー・チェンの一番お気に入りの映画はどれですか。水拳ですかね。面白いですよね、水拳は。最初ちょっと弱かったけど頑張ってどんどん花開いてって最後活躍して終わるっていうあのストーリー展開って人生の中でも結構影響ありましたか。
そうですね、やっぱり修行シーンというのは結構好きで、その後修行が成功して強くなってみんなやっつける、はい、というところになると逆にあんまり面白くないんですね修行して強くなってるシーンが一番自分としては面白いというようになりますので、まあ強くなってやっつけるんじゃなくて強くなる過程がとても自分にとっては面白かった記憶があります。だから先生らしいなと思いましたなるほどですね。先生がウェイトトレーニングを始めた最初っていうのは高校でしたっけ？そうですね、バーベルを始めて持ったのが高校、はい、ラグビー部に入ってその補強で始めたんですけれども、はい、まあ、その時にやっぱり中学の時にそのジャッキーチェンの真似していろいろ腕立て伏せとかやっていたこともありますので、はい、それでそれなりに強くて、初めてやったベンチプレスが70キロだったか80キロだったかそれぐらいだったんですね、はい、ですのでまあ結構周りに驚かれて先輩たちにもびっくりされて、まあ俺は力があるんだというようなことで、それでただベンチがですね、その高校で100キロぐらい上げる先輩がいたんですね、まあ、それを早くまあ抜きたいと思った記憶があってベンチプレス頑張りました。結果はどうだったんですか？結局高校3年の時に140キロ上がるようになったのでかなり伸びたんじゃないでしょうか。高校生で140は強いですね。しかもラグビー部で140は強いですね、まあ、ラグビー部なので本当はスクワットとかやらなきゃいけなかったんですけど、はい、そう思いました。スクワットやらないでベンチプレスばっかやってた記憶があります。なんか勝手なイメージなんですけど、やっぱ山本先生っていうとあの伝説の100キロスカルクラッシャーか、はい、ベンチプレスかっていうイメージがずっとあるんですけど、先生の中でなんかトレーニングやっていて一番好きな種目はこれって言われたらどれですか？あんまり好きな種目ってないんですよ。ないんですか先生？この種目っていうのが特にこだわってるものはないです。それはあれですか、まあ、目的があるから種目選んでるからなんか逆に愛着心があるわけじゃないって感じですか？愛着心ってないんですよね。別にできなければいいや、例えばベンチプレスができなかったら今日はじゃあインクラインベンチでいいやとか、そのようなですね、この種目でなければダメっていうのはそんなにないんです実は。まあ、平等に愛してるということでしょう。あ、すごい今綺麗にまとめましたね。平等に全ての種目愛してる。ウェイトトレーニング愛してるんですねやっぱり。そうですね、結構まあ足が弱点だとは言われましたけど、はい、スクワットも結構好きですし、はい、まあ、嫌いな種目も逆にないかもしれないですね。まあ、腹筋はあんまり意味がないと思ってやってなかったんですけれども、ある程度やるようになってからはどんどん好きになりました。先生の中でトレーニングの種目でこの種目は習得まで苦労したなとかありますか？そうですね、三角筋のリアですか、やっぱり僧帽筋に入りやすかったってのがあるかもしれないです。で、昔はサイドラインのリアレイズとかも知らなかったですし、はい、普通にいわゆるリアレイズぐらいしかなかったですね。でもたまにバタフライマシンに逆向きになってやるリアレーズマシン、はい、これがあるとすごい効いて俺になって思った記憶はあります。先生でもあるんですね、そういう部位が。じゃあ逆にちょっと聞いてみたいんですが、食べたボタンはそもそもなんでウェイトトレーニング始めたんでしょうか？まあモテたかったからこれ本当です。ちなみに中学校2年まで親がすごい厳しくて勉強しかさせちゃダメで、なんだったら小学校体育の授業もほとんどまともに参加させてもらえなかったんですよ。でそれが結構嫌で、初めてテニスを親のいないところで出会ったのがきっかけでスポーツやるようになりたいし、で運動神経本当に当時悪かったので少しでも追いつきたいって言って多分始めたんですけど、まあやっぱり言うてもそれも多分それまでずっと振られっぱなしだったので、モテるキーワードが欲しくてスポーツできるみたいとかだった、うん、そんな気がします。はい、ウェイトトレーニング、まあ、そんな、まあ、いろいろスポーツあったんですけども、はい、ジムに行き始めたきっかけとか。テニスを始めた時にやっぱ運動神経の細かい動きはもう当時でちっちゃい時やってなかったから追いつけなくて、うん、少しでもそのパワーとか瞬発力で追いつきたかったので、たまたま体育館にあったウェイト場が、うん、学校の先生ラグビー、あ、レスリングやった先生がいたんですよ、はい、その人にお願いしてベンチプレススクワット懸垂を始めたのが高校1年生でしたね。なるほど、はい、テニスを始めたっていうのはモテたいからですか？テニス部に好きな子がいました。なるほど、
まあ、ちょっとこの辺ですね、いろいろこれから掘り下げられてるんですか、このタイミングで掘っていきたいなとは思うんですけれども、まあ、ネタはあります。なるほど、はい。ただそこではまだテニスの補強で始めたぐらいだったんですけれども、 そうでしたね、はい、そこからさらにウェイトはまったきっかけっていうのは何かありますか。最終的にはアメフトを首の怪我で全くできないぐらいの時に、もうなんかこう瞬発力とかアスリート的なことがもうできないなって諦めてたので、本格的にかっこいい体でモテたいとか、まあ、自分に自信が欲しいっていうふうに切り替わった20代前半が今の多分流れのスタートですね。モテたいから始めたと、はい、いうことですね。モテたいです。結構でも同じような方は多いんじゃないですかね、かっこいい体になってモテたい、はい、僕だけじゃないと思います。効果はありましたか、はい、あもう本当に正直に白状していいですか、はい、そのトレーニング始めて、最初に付き合った彼女に言われた一言が、チンニングしてる時の背中気持ち悪いでした。多分トレーニングした一緒にジム行ったんですか。はい、一緒にジム行って、トレーニングしてたら背中が気持ち悪いって言われて、そこから二度とジム一緒に行ってもらえなくなりました。まあ私に言わせれば、彼女と一緒にジムに行くのがそもそもの間違いではないかなと。多分彼女はですね、多分ジムに来たくなかったんじゃないかなと。まあ多分そうでしょう、ね、思いますね。そうだと思います。はい、トレーニング好きな女の子だったらいいんですけれども、そうでない子をジムに誘う、ジムゼロとそういうのはやっちゃいけないことですからね。はい、もうちなみに二度とやらないと思ってそれ以降やってないです。はい、まあ、逆に私の場合ボディービルダーの彼女が結構ちょこちょこいましたので、ジムでデートというのはあったんですね。ただやっぱり女の人とのトレーニングというのはもうプレートの付け替えの面倒なので、結局別々のところでやってたりしてですね、はい、でそのうち自分のトレーニングに夢中になってくると、もう彼女のことはほったらかしみたいなことになるので、うん、まあ、よほどのことがない限りジムデートをおすすめ しないです、うん。確かに今だからこそ本当にそういう方多くなってきた気がしますけど、僕も最近は同じこと思います。プレートを合わせるの大変だから、はい、自分のでやった方がいいと思う。はい、そうですね。だいぶ話題が逸れてしまいましたので、はい、今日はこの辺りにして、はい、また別の機会にですね、いろいろと竹高さんの過去の話とか深掘りしたいなと思います。はい、まあ、私の筋肉界も別の角度からまたお話しする機会になると思いますの です、ね、はい、何か、ご興味ですとかご質問のある方は、うん、こちらのコメントの方に入れていただければと思います。はい、今回の動画面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。